は特別なひな祭り」「一緒に回ろう」「さあ下げもんめぐり」「迷っちゃう回転焼き」はーい、だって何食かもうということで始まりましたね。はい、はい、せーの、柳川バンザーイのお時間でございますってことでね、さっきね、もう春めいちゃってね。ねえ、気持ちいいですよね。気持ちいいじゃないですか。うん、あ、でも黒か。そう、黒です。あ、でもね、皆さん、わからん野郎バッテンからですね、とうこちゃん今日ね、下のスカートが、すごくおしゃれなの。かわいいんです。ほらねえ。ねえ。ねえ。さっきからね、やっぱりね、今日ね、本当にいい天気で、ね、良かったですね。本当ですね。うんね、柳川の方もね、どん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 ね、こう、春めいてきてると思うんですよね。うん、まあね、私もね、今月からね、来月柳川戻ると思ってる。あ、一回。本当ですか？うんうん。うんうんうん、久しぶり。一番いい季節で。一番いい季節でちょっと ね、また地元のね、今年の公演の話の打ち合わせもあるんで、うん、ちょっと戻ろうかと思って楽しみにしておりますけどね。待っててくださいね。というわけでね、またね、今月もね、柳川の方からね、映像の方。はい。送ってきてくれております。ね。はい、まずはね、見てみましょうか。はい、ね、今日は何でしょうか。今日、いや、見て、見てわからん、ね、ああ、まあ、季節柄のことも含まれてると思うんで。はい、お願いします。平成27年度卒業証書授与式を開始いたします。国旗、校旗、入場。Oh,
はい、というわけでね、柳川高校のね、卒業式の模様でしたね。なんか懐かしかったね。懐かしかったね。もうね、みんなこの時期ね、卒業して進学する人、ね、社会に出ていく人ね、いろいろしたけどね、何年ぐらい前か。もうちょっとわかんないけど、まあ今卒業してくれたみんながなんかこう柳川を広めるためにいっぱい活躍してくれたらね、ね、嬉しいですね。まあ東京にね出てくる。来る人もおる、やろうばっていうからね、柳川出身ですとか言ってね、そう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 、一度スタジオにもね遊びに来てもらえたからね、ね、せっかくだからね、うん、新卒でよろしくお願いします。なかなか柳川出身の人って会わんちゃうね、うん、東京で会わないのもあるし、はい、なかなか言わないから、福岡までは言うかもしれないけど、うん、福岡出身でとか言うか知らないけど、柳川出身まで言わないけど、詳しく聞くとね、結構、うん、あ、柳川ですねって言ったら、うん、結構いるんですけどね、ちょっと息子気になるけど、いっぱい出てきてください。あ、そうそうね、すぐ親近感が湧くそうですよね、うん、でも柳川高校だからもう就職先ってのはいろいろ多岐に当たるんだろうね、うん、でも普通考えるからやっぱ大学に ね進学する人も多いんじゃないかって、企業に行く人もいれば、うん、ね、まあ、思い出しますね、僕たちの卒業式の頃、戻りたい、ね、戻りたい戻りたい、いやね、戻れば戻りたいですけど ね、まあ、はい、というわけでね、ここにね映ってるね人たちもね、はい、まあ、これずっとね YouTube とかでね、うん、またアクターズ TV の方のねあれに、残りますんでね、今回卒業する方はね、うん、これから先いつでもね将来ね、うん、懐かしい、いい記念になりますね、うん、いい記念になると思います。あ、卒業式の時に俺はああいう今ね顔してたんだなとかね、また見返すこともできるんで、ぜひね何年か経ってからも見てくださいね、逆にね、この卒業式の模様、はい、というわけでね、あと1本ね送ってきてるのがあります、はい、これも柳川高校の方からですよね、はい、はい、じゃあこれも見ていただきましょう、よろしく。モットーは笑顔が絶えず切磋琢磨し合うところです。目標は年に数回あるワープロ競技大会での優勝です。最後にもし応援部に少しでも興味が出たのならぜひ覗いてみてください。こんにちは、吹奏楽部です。私たちは明るく楽しく地域に根ざした活動をモットーに日々頑張っています。技術向上と地域の皆さんに愛してもらうことを目標にやっています。吹奏楽最高です。柳川高校ブラスバンド部をよろしくお願いします。柳川高校インターフットクラブです。モットーはできることならコツコツとで、目標は奉仕活動を通して地域社会に貢献することです。これからも地域に貢献して柳川をきれいな街にしていきたいと思います。こんにちは、写真部です。鳥取に予想に出かけて写真を撮りに行っても行ってます。それにこんな写真を撮りました。ぜひ写真部を見に来てね。応援部です。応援部のモットーは明るく元気に活動することです。目標は甲子園のアルプススタンドで応援することです。部員募集中です。よろしくお願いします。こんにちは、書道部です。私たちは自らの意思で書を表すことをモットーとし、高訓練主催の筑後希望大会で好成績を残すことを目標としています。少人数ですが明るく楽しく活動しているのでぜひ入ってください。レオクラブです。僕たちはボランティアを通じてたくさんのことを学び、人間的に成長していくことを目指しています。そして僕たちのクラブにはたくさんの留学生がいるので、国際的なことに興味がある方はどうぞレオクラブに入ってください。よろしくお願いします。僕たちはサイバー部です。本当は一生懸命取り組むことです。目標はボスマスター全員取得と IT パスポートの取得です。ボスマスター全員取得できるように頑張ります。僕たちは直島エビです。甲
の目標は J ベスコーリアハルトです。頑張るぞ、頑張るぞ、僕たちは男子バスケットボールクラブです。インターハイ目標に日々練習取り組んでいます。バスケットに興味がある人はぜひ入ってください。お願いします。お願いします。体操競技部です。体操競技部の目標は絶対団体でもう一回しよう。CM です。今年の目標はみんなでインターハイに出ることです。おい CM です。今年のこんにちは、私たちは柳川高校吹奏楽部です。私たちはこんにちは、私たちは明るく楽しく地域の皆さんに、すいません、ごめん、もう一回ごめんなさい。全然大丈夫です。次回元気に活動することです。目標は甲子園のアルプススタンドで応援することです。部員募集中。こんにちは、書道部です。私たちは自らの意思で書を表すことをモットーとし、校文連主催の筑後機構大会で好成績を残すことを目標としています。少人数ですが明るく楽しく活動しているのでぜひ入ってください。めっちゃ簡単。もう一回したですか。はい、じゃあ。はい、というわけでね、文化部のね、紹介やったね。あ、今はさ、あれだよね、いろんな。そう、知らんの前の部がいっぱいありました。いっぱいできるね。あ、昔と違うよね、やっぱりね。レオクラブとか、インターアクトクラブ、何って書いて。インターアクトクラブってね、ああいうのもできたりとかしてんだね。まあでもね、さっきね、最初にね、わあ、今の学生たちはもう、あの、何、喋り？そう。あ、ジョスかーと思ったらさ、NG集がついてたね。やっぱ、ああいうもんだよね。かわいかった。かわいかったね。やっぱ、ああいうもんじゃないと、なんか NG はね、人間出そうがいいんです。かわいらしい。あの、成長するんです。いっぱい失敗しましょう。ね。まあ、俺たちもそうですからね。そうそうそう。毎回失敗ばっかりしてるからね。まあね、学習能力をちょっと積んで。うん。まあでも本当に新しいね、サービスができてね、はい、なんか面白かったです。皆さんいかがでしたでしょうか、ということでね、はい、今月はね、こういうね、柳川からの、送っていただいた映像でした。というわけでね、後半の方ね、はい、後半の方はね、うん、あの、東京出身で、うん、柳川大好き、北原白秋大好きの乙女、ね、あの、先月からね、出ていただいております、はい、青山ひろえちゃんがね、はい、あの、昨日の夜帰ってきたんだ、柳川から。もう一昨日までのやつをね、現地で取材してきた あの映像を持ってきて来てくれてるんで、うん、あの、後半ね、出演していただきたいと思いますけどね、はい、その前にね、ちょっと地元 の、 あのサポーターのコマーシャルをよろしくお願いします。はい、男女年齢差問わず気軽に入れる。乾杯！みんなが素敵な笑顔になるお店、福泉荘。名物のうなぎ料理をはじめ、お昼には定食を、夜には宴会料理を。ご宴会は
お二人様から受け付けてます。秘伝のタレで作ったうな巻き、食いに来んねえ福戦争。東京の人に聞いてみました。福岡県柳川市の名産物といえば、もちろんピザ。知らんでしょ。じゃなくてゆずすこ。うん、ピザにかけても美味しいですよ。そうですよね。はい、ありがとうございました。生姜すこ。男は黙って乗り黒。生姜胡椒。ありがとうございました。というわけでやってきました高橋総本店。商品のラインナップはこちら。ゆずすこ、のりくろ、生姜胡椒、生姜すこ。その他にも美味しいものはすべて高橋商店。いらっしゃい。JR 世田谷駅より歩いて5分、開き院前、明日があるさ。地元ならではの豊富な料理やおつまみがカウンターいっぱいに広がり、これじゃあ酒がいけますわな。他にもたくさんのメニューがご用意。本日のおすすめも大好評。常連のお客様はこの通り。ゆったりとしたお座敷もくつろげる。店はいつも笑顔でいっぱい。美山グルメマップにも掲載。あるさ居酒屋明日があるさ。 JR 世田谷駅から歩いて5分、大竹交差点角串屋千。ムーディーなカウンターで今宵もゆっくりと一杯いかがかな。ドリンクメニューも豊富。デザートなんかもおしゃれに。子供から大人まで大人気。人気のレバ刺し、そしてお土産におからかりんと。ゆっくりとくつろげる大座敷、落ち着く個室もたくさん。どれですかこのお店は。これですよね。横ですか。はい。いつもこれちょっと、週に2回ぐらいですかね。ああ、頻繁ですね。はい、はい、何がおすすめですか。全部ですよ。全部。はい、はい、ありがとうございます、はい、家庭的雰囲気に今宵も時間を忘れてしまいそう。リクエストがあればこんなことも。最後まで楽しめるお店、串屋千。はい、というわけで今日も元気にやっております。せーの、柳川バンザイ。ということで後半はですね、ね、柳川大好き、北原紀州大好きの乙女ちゃん、はい、青山ひろみちゃんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あんた昨日帰ってきたんだよね。はい、帰ってきましたね、柳川から。はい、あのちょうど今ねやってるね、あのお部屋の巡り、作業巡り、はい、一人下げも、一人下げも巡りね。一人下げもなんか一人こうパッと揃ってるのかなと思って。巡ってきました、一人。あ、レポートしてきたってことね。はい。はい、その映像を、はい、撮ってきました。もう取り立てのやつね。はい。はい、じゃあそれで早速流していただきましょうか。はい、で映像で説明して、それで、はい、こうやってきたって。よろしくお願いします。ますね、七四十九の下げ。七、うん、2、4、6、7の7本飾ってますから、七、四十九、子供が苦労していかないように。柳川まりが2個入ってます。大きいまりがね、全部で51個のお下がり。人生50年って言っていたのを、1年でも子供が素直な子に育っていくようにっていう願いを叶えて、これを一針一針返し針で作るのが柳川のお下げもんっていうわけですね。
それに一つのね、あの金キラ金が全部ついておりますけれど、色紙がつけてあるのは何でしょう。色紙はね、子供がお金に不自由していかないようにという、そういうふうな金キラ金のね、あのあれがついております。ね、それに一つの言われというのが、ハイハイ人形ってあるんですよね。生えば立つ、立てば歩めの親心。これがハイハイ人形って言います。それにね、唐辛子なんか何でしょう。唐辛子はピリッとしたお嬢さんになっていくように。ね、ひよこさんはあどけない姿の可愛らしさが何と言えないから、よちよち歩きの可愛さを柳川の下げ物に入れています。ネズミは子だくさんになるように。ネズミさんがいますでしょ、ここにね。ねえ、ネズミさん。ねえ、それに、セミは辛抱強さの象徴を表します。セミ。これ、セミですね。これはセミをね、本当あの土の中で潜る辛抱強さを子供に言い伝えられるように、辛抱強く生きていきなさい、育っていきなさいということをこれに入れています。三馬草というのがあるんですよね。ね、三馬草、お祝いの舞を舞う姿ですね。これですね、三馬草。これがいいかな、これを、これを写した方がいいかな、三馬草ですね。ね、かわいいお人形ですよ。そういうふうな、いろんな言われがあるからこそ、柳川の下げ物っていうのがすごくやっぱ全国に知れ渡って、やっぱり喜ばれた下げ物になりました。一日に何名ぐらいの方がいらっしゃるんですか？もう一番多いのは800何十名にやる。一日に？一日に。すごい。もうほんと一日一日をね、観光協会に必ず知らせる、ね、はい、あれをしてあるんです、日にちごとに。それでいっぱいね、記載しているのを見ていってください。はい。ね。はい、これをですよ。柳川にこれだけの人。わ、本当だ、すごい、843。そう、これですね、843、はい、これだ、840。そうです、すごい。これはね、ずっとあの人間、人が見えるときずっとパチ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 ってずっとカウント、カウント、カウント、あ、すごい、みんな一緒に見せてね、カウントもおばさんたちしよるよ。江口さん、カウントもしてます。あと私すごい気になったんですけど、うん、はい、この大きなお人形は、はい、これはね、柳川ではゴンタさん人形って言います、ね、お嬢さんっていう感じでね、柳川にはゴンタさんって言いますね。それをお宮参りの着物を着て、はい、着せてお飾りするのが柳川の下げ物と、段飾りの前にお飾りするのがもう本当のしきたりというかね、そういうふうな、ね、システムになってますから、ね、そういうふうだとやっぱし、あ、本当だ、全部全部ね、あの一人一人一体一体 ね、こんなふうにしてね、見せるのがいい感じに見えますかな。このマリは柳川マリっていうの、うん、柳川マリも素敵よ。一つを、うん、手作業でこう一つ一つ作るのに、うん、そうそう、だいたいどのくらいかかるんですか、時間。そうですね、もう結構小時間取ります、マリはね。大きいのもすごいですね。そうですね。あ、これとかすごい、うんうん、この大きいマリ、うん、大きいですね。それとね、あの一番初めのこのね、マリ、これがあの柳川出身の北島多江さんっていう、これが糸マリを一番初めに巻いてあって、福岡県の県庁にお飾りしてるマリなんです。それを頂戴しました。北島さんはこういうふうな民家を開放してるから、ぜひここにはお飾りしていただいていいですか、って寄贈しますということでいただいたマリなんです。うわー、すごい、綺麗、細かい、うん、うわー、江口新さんにはね、これをね、はい、柳川のうなぎ飯も手作りでね、はい、一応手作りで、匂いは聞かせませんけれど、そういうふうなね、あ、本当、死ので作ったうなぎ飯です。新さん、新さん、うなぎです。これは手作りですよね、うん、布で作ったうなぎ飯ですって。わ、美味しそう。おっとということで、新さん、こんな感じです。なんか初めての柳川の下げ物のおひな様を見て
私感動しております。ということでまた知らせます。というかこれ流させていただきます。いやー相変わらずね、毎年毎年すごいね、酒もんとね、綺麗です ね、 あ、北島のお母ちゃんありがとうございますね。なんか何はもろうて、ね、あれ食べられてる、食べられてる、似合いましたでも用できとったね。ねえ、すごいな、綺麗でした。こんなに上手にできると思わなかった。ねえ、お前だったね、手先がすごく器用なんでね、だからしっかりしてんだよ。手先がこうちゃんとしっかりしてるからもう、お話もしっかりしてる。ね、そうですよ。あの指先とか音がしてるんでね、はい。もう映画の時もね、いろいろね、お世話になりました。ありがとうございました。北島というお母さんね、はい、ありがとうございます。今回もどうでした？行ってみて、生ものを見て。いやもう感動でした。ドカーンってきた。もう初めてなんですよ、ちゃんと一つ一つゆっくり見たの。ああ、そうよね。普通はなかなかゆっくりや、ね、こう歩きながらこう見るとか、そういう感じだもんね。はい、いろんな箇所があって、うん、いろいろ巡ってきました。ああ、ほんとに。まあ、そうだよね。北島邸だけじゃないからね、うん、飾ってあるところはね。はい、他にどこ行ってるの？アンリファームさんと、うん、あと、あ、今写真が出てるんじゃない？カンポの宿ですね。あ、これはカンポの宿に飾ってある。はい、もうすっごい大きくて立派でした。うん、あ、やっぱカンポの宿だもん。玄関入るとすぐこれがバーッと広がってて、うん、あそこに置いてあるんだ。はい、まあ、買ってくるね。うわ、豪華。これは21段の雛飾りっていう、このなんかタイトルみたいな風になってたんですけど、あ、タイトルの大きかったですね。これ、これはどこ、これもこれは、飾ったの、これどこって言ったらいいんですか、鹿児島せいかさんのアイスキャンディーが売ってるところのすぐ近くです。はいはいはい、はい、わあ、でもすごいねこれね、天井まで高いよな、これ。これがですね、アンリファームさんですね、大きい、多分発泡スチロールだと思うんですけど、うん、大きい丸が後ろにあって、うん、その手前にいろんな柳川の丸が、奥にあるのがあれ丸なんですね。あれは一番でかいね、一番大きくて、あれどれくらいなの、直径このぐらいっていうのか、このぐらいっていうのか、1.5、2メートルぐらい、すごい大きかったです。あ、これメインでね、これちょっと下から撮ってみたんですけど、うんうん、お花がアンリファームさんの上にこうお花が、ひな人形とうまくコラボしてる感じでね。これいいな、これ何、これは巨大ハイ人形です。これは何、遊びかなんかでなんか目がちょっとなんか現代風だよね。ちょっと違うので可愛いなと思って。この張ってる人間ってのは昔からねあったんだけど、まあ、本当顔が全然キラキラして、可愛い。これ広島モデルしてるってわけじゃないよね。じゃそういうことにしてこれはですね、コットショウギクさんがこの間優勝されて、うん、アンリファームさんで限定です。うん、コットショウギクおめでとうアイスみたいな。紅白アイスになってて、うん、上が白のいちごで、うん、下はピンクとか赤のいちごで、うん、2色で紅白になってて、美味しかったです。こういうのもタイムリーでやってるんだ、作ってるんだね。とても美味しくいただきました。よかったね、はい、よかったね、幸せです。でももうそのひな祭りでいろんなところにああやって飾ってあるんで、ね、なんか町一色、柳川のね、ひな人形でいっぱいって感じでしょ。最後ほんとね、で、あの何、ひろちゃんは何、そのおひなさま水上パレード、はい、あれで何、おひなさまを役をやらせていた、やってきたの、素敵、はい、これ、あ、今出てるこれだ、はい、これですね、これだ、1、2、3層目に乗ってるんですけれども、うんうん、これって何、船何層ぐらい出るの、11?12? うん、うん、あ、そんな出るんだ、はい、でも、一人一人だからね、おだりさまとおひなさまって、はい、あとは、あの保育園とか幼稚園の女の子たちが稚児になって、うん、みんな稚児なんだ、乗ってて、うん、あ、これかぶりました、これをかぶって、結構重たい、カツだ、重かったです。何キロぐらい、何キロでしょう、でもちょっと首もげそうでした。そんなに、うん、すごい重くて。これが終わってから、うん、ゴール地点が日吉神社なんですけど、ね、そこで、あの、うん、おだいり様と一緒に乗っていただきました、うん。でもこれ観光客そうだじゃない？すごかった。見物客。もういっぱいこう写真とかビデオとか、ね、沖縄方のあの川下りコースが人でいっぱいでした。ああ、やっぱそうだよね、うん。絵になるもんなこれな。
これ着替えるためにどれぐらい時間かかる？結構かかるじゃないの？これはですね、朝8時半に、公民館に集合して、11時までこう準備したり待機したりして、着せていただくのに多分1時間かかったかかんないかな。来た後も重いからね、きっとね。歩くのもすごいゆっくり。あ、でもなかなかこんな経験はないからね。そうよ、逆言えば、なかなかこういう経験はできないっていうことよ。注入したようになってるんですよ、あれ。はい、ね。楽しく過ごさせていただきました。それあんたいい体験をしたよ。なかなかお雛様ってね。はい、うん、なれんやろ。なれんやろ。特にはならなかった？なってないですよ。なってみたい、ひな人形。なってないんだよ。うん、おばちゃんひな人形になっちゃうね。いやいや、いいじゃないですか。よかよか。まあ、ああやってね、真面目にやるね、おひな様とおだい様が来て、で、翌日にさ、パロディでさ、パロディなんだ。パロディで、おひな様の声、おひま様とかさ。おひま。おひま様と、おぎり様みたいな感じ。ああ、ちょっと、とんでもない人が二人乗って、パロディでやっちゃうとかね。そういうのも、やらがしも考えていただければ。ちょっとやってみたかです。ね、面白いよね。もう年配の方がそうやって、やっちゃうとかね。でも、今日、お天気も良かったでしょ？はい。ね。行った日が18日なんですけど、18はちょっと雨が降ってて、19もちょっと曇ってたんですけど、20日の、ジョパレードは、晴れで晴れて。晴れ女やんね。そうします。じゃあ、晴れ女です。でも大体どれぐらいのお客さんって、市長たちとかは？市長さんとかは今回は多分お見えになってないんですけど、観光協会の方がも皆さんそう出て。あれってさ、こう出発するときとか、なんかそう出発式みたいなのがあるの？はい、出発式で日吉太鼓の方がこう演奏されて、はいはい、そこから一層ずつ出ていくんですけど。かっこいいね。かっこよかったです、ね、本当に。ね、ハラハラドキドキとか、まあ、緊張するでしょ。緊張しました。なんか顔がこわばってるね。あれは NHK のニュースで流れてたのね。見たいです。やっぱり NHK も取り上げるね、季節からね、柳川のね、水上パレードが有名なんですよね。はい。そんな感じでね、他に何かあった？取材してきたの。あとは、でも今回はおひな様をちょっとメインで。でも来週また、やぶさめで帰るので。おまた、あんた来週帰ると。はい。わあ、もう本当にね、ありがたいですね。柳川に住んだ方が良かったな、みたいな。柳川に住みたかです。ねこんなにね、ありがたいですね。ね東京出身でいながらね、柳川とね、北楽州。先生にね、もう夢中の青山ちゃんなんですけど、本当にね、取材の、俺たちが行かんのよかもんな。そう。逆に。もうよろしくね、みたいな。もうよろしくねって言って。いや、もう皆さんで一緒に。うん。いや、俺たちはほら、こう、新鮮味が少しないとこがあるんだ。もう地元だから。もうなんかね。逆に外の方がね、ね、こう見てきたと、あ、こういうのもある、こういうのもあるって、逆に。俺たちがこう見失ったものをね、新しく発見してくれるっていう、やっぱりひろちゃんみたいな人がどん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 増えてくれるのが一番ありがたいですね。外の方がね、柳川をね、知ってもらった方がね、本当にいいし、そういう視点から柳川を紹介してもらったら、どんどんまた新しい柳川が皆さんにね、お見せすることができるやろって思ってるからね、またよろしくお願いします。来週も行くならまた柳川の皆さんね、行く下駄県から青山ちゃんよろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで、またね、地元サポートのコマーシャルお願いします。はい、はい、柳川駅から徒歩3分、今宵も一つの物語が始まる。おーい、おーおー、男女年齢差問わず気軽に入れる。乾杯。みんなが素敵な笑顔になるお店、福泉荘。名物のうなぎ料理をはじめ、お昼には定食を、夜には宴会料理を、ご宴会はお二人様から受け付けてます。秘伝のタレで作ったうな巻き、食いに来んねえ福泉荘。東京の人に聞いてみました。福岡県柳川市の名産物といえば、もちろんピザ。知らんでしょ。じゃなくてゆずすこ。うん、ピザにかけても美味しいですよ。そうですよね。はい、ありがとうございました。生姜すこ。はい、
男は黙って乗り黒。生姜胡椒。ありがとうございました。というわけでやってきました高橋総本店、商品のラインナップはこちら。ゆずすこ、のり黒、生姜胡椒、生姜すこ。この他にも美味しいものはすべて高橋商店。いらっしゃい。JR 世田谷駅より歩いて5分、開き院前、明日があるさ。地元ならではの豊富な料理やおつまみがカウンターいっぱいに広がり、これじゃあ酒がいけますわな。他にもたくさんのメニューがご用意。本日のおすすめも大好評、常連のお客様はこの通り。ほんとなんで本人ばかりを。ゆったりとしたお座敷もくつろげる。店はいつも笑顔でいっぱい。美山グルメマップにも掲載。あるか。だって待ってるよ。居酒屋明日があるさ。JR 世田谷駅から歩いて5分、大竹交差点角串屋千。ムーディーなカウンターで今宵もゆっくりと一杯いかがかな。ドリンクメニューも豊富、デザートなんかもおしゃれに、子供から大人まで大人気。人気のレバ刺し、そしてお土産におからかりんと、ゆっくりとくつろげる大座敷、落ち着く個室もたくさん。どれですかこのお店は。ここ横ですよね。横ですか。はい、いつもこれちょっと、週に2回ぐらいですかね。あー頻繁ですね。それね、はい、何がおすすめですか。全部ですよ全部。はい、はい、ありがとうございます、はい、家庭的雰囲気に今宵も時間を忘れてしまいそう。リクエストがあればこんなことも。福岡の美山串屋線、最後まで楽しめるお店串屋線。はい、というわけでね、地元のね、あのサポーターの企業の CM を見ていただきました。というわけでね、今回もね、アルミさんね、はい、新しい情報ね、ま、持ってきてくれたんだけど、うん、実はですね、もう一本最後に新しい情報があります。実はですね、うん、去年から撮っていました柳川を舞台とした第2弾の映画、うん、街ぼうけ、もう柳川のね、市民の皆さんも全部にもいろんなもうお店からもね、お世話になりました。この映画、今年のね、5月完成予定をしておりますが、今ね、新しい予告編ができたみたいで、はい、制作の方から送ってきましたんで、ちょっとね、皆さん予告編を、待ちぼうけ、予告編を見ていただきたいと思います。それを見ていただいて、お別れとしたいと思いますんで、どうぞ最後に見てはいよー。ではまた、次回よろしくー。一つの伝説がある男の出現によってよみがえろうとしている。もう、なんで分かってくれないの。もう俺のことはほっといてくれよ。柳川藩、詳しいですね、埋蔵伝説。これくらいは柳川では常識レベル。あ、でもうちのお母さんももっとすごいんだから。伝説とは、立花宗茂公と銀千代姫に関してはもっと怪しい伝説も知ってるくらい。どうなの。先生がさっき話してた
金の甲冑と銀の甲冑は存在してるってうちのお母さんは言うのよ。俺は北原白秋を超えてみせますよ。超えるってまさかあの伝説を。ええ、北原白秋が成し遂げられなかった二つを俺が成し遂げますよ。二つって？銀と銀の甲冑を見つけること、鍵は、そしてそれを手に入れ柳川に移住すること。北原白秋、家族全員で。バンデン、金の甲冑はあったとですよ。ざわつき始める人々。戦に敗れ城を明け渡さなくてはならなくなった宗茂。銀杖姫は夫婦の証でもある金と銀の甲冑だけは死守しようとし、守ることを考えた。本来の下げ紋は一つの糸に対し七個の飾り、それが七本あって 7×7 で49。そして謎に挑む。その男の名は坂の上男女。ああ気持ちいいな。職業、童話作家。待ちぼけ待ちぼけ、ある日せっせこのら稼ぎ、そこへウサギが飛んで出て、ころり転げた木の根っこ。タン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 タバラタン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 。おいでめせ私のふるさとへ、思い出すよお花の庭園や。そうあなたと川登りしてを夢に